クソゲー開発。たとえ小規模なものでもゲームを制作すると、ゲームの見方というのも自然と変化するものなのだ。各仕様の存在意義合いと、それらを分析しながらプレイする。そしてその分析結果をもとに、想像力を解き放つんだ。そんな私だからこそ、最近感激を受けたゲームがこれだ。デンデスゾーンゼロ、最近サービスが開始された、ホヨバースさんの新作ゲームですね。原神、崩壊スターレールなどで馴染み深いでしょうか。いわゆるホヨバゲー。お前、経験は？原神はそこそこプレイしてたよ。経験者か。最後の記憶は崖登りながら主人公の肉体眺めていた。気持ち悪い。ホタル可愛いよね。まあ情報は把握しつつもものすごくっていうほど私はお世話になっていないんだけど、デンゼロは凄まじく惹かれるものがあった。こたびはそのデンゼロの魅力を見せていきたい。別に案件ではありません。独断独善勝手に宣伝してやる。営業的にはちょっと迷惑ですね。まずはこれをご覧いただこう。ボスのエイテリアス、ジュラハンという敵だ。エイテリアス。簡単に言えば敵です。このゲームの魅力は何と言っても、生捨てる、瞬時の反撃、弾道、マグロの腐食、こんな風にジャスト回避から強力なカウンター攻撃が可能だ。マグロ、それに加えてこんなこともできた。仲間と交代することでパリアクションが行える。これらのアクションの凄まじいところはとにかく気持ち、3人さんなんだよ、ここ。ハラミのエイパス、専用のカメラワーク、派手な SE、いつまで編集で発達しました。こんな感じの音だよ。ハタポポポ、それだけではない。ほんまに高い。仲間と連携してさらなる攻撃を仕掛けることができる。ウジフライ。これが基本的な戦闘風景だ。相当な迫力だな。カメラワークに効果を見ありに。終結するという。どうし立ち技的な技もあるよ。ゲスが終わりを迎えるわけではないよ。そんな勘違いお前しかしねえよ。回避、パリ、連携。これを駆使して戦う爽快アクションだ。で、先にこの回避とパリについてもう少し語りたい。一般的にこの手のカウンター行動は敵の攻撃判定とカウンター判定が重なった時に発生すると思うのだけれど、このゲームにおいてはここ。攻撃の直前に敵から光が発生して、そのタイミングでボタンを押すことでカウンターアクションが発生する。この特性上ジャスト回避は敵の攻撃前でも画面がスローになるし、トリーに関してはボタンを押した瞬間に交代した仲間がトリー体制で待機している。さらに連続攻撃の場合ある程度は自動で連続トリーしてくれるんだ。抵抗条件が攻撃の瞬間ではなく攻撃の直前、回避もトリーも後付きが皆無に等しいのでリスクがなく、攻撃の動作中にカウンターできるくらいにはモーションキャンセルモック。なんか言い過ぎやしないか。その通りとも言える。相手の攻撃から逃げずに相手立ち向かう。ダメージを受けるリスクを背負って反撃を試みる。そういうカウンターアクションの基礎からはやや外れているかもしれない。だけれどこのゲーム、先ほどのカメラワークと SE も相まって感じるんだ。このゲームは徹底的にプレイヤーを気持ちよく立ててやろうって、そう思うと納得がいく。ずるいカウンターしつけるもリスクのゲーム性云々の前にまずカウンターの気持ちよさを感じてほしいってことなのかも。ジャスト回避、ジャスト回避、スイッチ、今の連携気持ちいいね。非常に気持ちよさ感じさせられているな。赤文字が言った通り、私もカウンターというのはハイリスクハイリターンあるべきものだと感じていた。だからこそこういう気持ちよさにくっきれたシステムはかなり意外に感じたよ。かといって気持ちよさしかないミルゲーかと思ったらそういうわけでもなく、このゲーム実は回復手段に乏しい。戦闘中は基本的に回復はできず、非戦闘時にも回復の機会は少ない。拠点に戻ってようやく全回復という感じ。エリアとエリアをつなぐ闘技中にたまに回復アイテムが落ちていたり、戦闘の合間に差し込まれるボードゲームのような操作で回復ができる程度ですね。その上で敵の攻撃を食らうとちゃんと痛いし、味方との連携が大事だから味方が一人でもやられると一気に火力不足になってギリギリになりかねないし、カウンターアクションが簡単な分ミスった時の存在は結構重いかも。私がプレイしているのがまだ序盤だから正直今のところ低いと感じたことはないけれど、難易度調整のやり方が面白いなって思った。簡単だからこそ失敗した時の存在が重い。これは勉強になったよ。そういえばこれクソゲー開発の一環でしたね。また連携アクションも忘れてはならない。発動条件は体力ゲージ下に表示されているブレイクゲージを貯めた上で特殊攻撃などを当てること。こんな風にな。これも重要なところは特殊攻撃を当てると連携が始まるということ。派手な演出の発動条件がプレイヤーの能動的な行動に委ねられている。仮にこれがブレイク値が最大になった瞬間だった場合、なんか知らないけど演出が発生したってなると思う。たとえブレイクゲージが表示されていたとしても、だ人間の視界はそんなに広くないんだ。それを今のラジオでは明確かつ能動的な行動の結果発生する派手な演出、先のカウンターシステムと組み合わさり、プレイ中はわしなんかうまいプレイしてるんじゃねという錯覚現象を引き起こすんだ。繰り返すように偶然ではなくプレイヤーの行動によって発生するから錯覚。というわけでバリーシステムもそうですけど、カリンちゃんプレイヤーが徹底的に気持ちよくなる設定してますよね。やっとブレイクゲージがたまりそうだな。やっちゃえアンディどうだ、気持ちよいのか、うまいことやってるなって錯覚しているのか。めちゃくちゃ錯覚してます。楽しそうで何よりです。とにかくプレイヤーのことを考えられたシステム、素晴らしい限りだ。ゲーム制作の良いヒントになったよ。直ってくるのは一人要素に満ちたクソゲーだぜ。ミトの言い調べ直せ。プレイヤーのことといえば操作方法も非常にシンプル。画面右下に表示された5つのボタン。ちょっと待って、カニちゃん、ちょっと言うて見えない。解説の途中だったのに。まあ悪意はないようだし、謝っていいんですから許してあげましょうよ。他人の指図は受けない。許すか許さないかは全て私個人の意思で判断する。不思議な、許してやるよ。正気に戻って操作方法はとてもシンプル。画面右下に表示された5つのボタンしか使わない。私が口で動かしているだけでスティックもほぼ使わないかな。簡単に操作できるようになっているよ。ここで重要なのはバリアジャスト回避直後には専用アクションが行われるので、同じボタンでも違うアクションが見られることが多い。アクションが違うということは性質も違う。ジャスト回避とトリーにもそれぞれ異なるメリットがあるため、メンバーの編成、メンバーの状況、相手の攻撃、効率的な立ち回りには使い分けが重要となるんだ。つまり簡単な操作といっても単調な操作にはならないのが面白い。中でも驚いたのが Y ボタンの特殊攻撃こと銃撃。この攻撃体力ゲージ
ージ下のエネルギーゲージが溜まると強化されるという特性がある。強化されるっていうのが重要なんだ。どういうことだ。技単体はいつでも使える。特に縛りはないんだ。ちょっと悪く言ってしまうけれど、技にクールタイムなどの制限が設けられているシステムってあるだろう。技使った後にタイマーとかが表示される。あれ、私あのシステムが少し苦手で、超必殺技みたいなとても特殊な技というわけでもない。言ってしまえば普通の技が自由に使えない。ボタンを押しても反応しないもどかしさを感じたことがあって、こういう経験があるからこそ強力なアクションに制限を持たせつつ、アクションそのものが使えない状況は作らないシステムには感激したよ。どこまで意図したものかはわからんが、そうだとしたらすごいね。というわけでこのバトルシステムに私は感激を受けた。簡単操作に戦略と爽快感、プレイヤーを大切にしているシステムが素晴らしい。何かしら吸収できないかって目論んでる。ホヨバゲーということでキャラクターにも触れていこう。魅力的なキャラクターがたくさん登場しますね。モンスターハンターのハンターよりカスタマイズや育成要素が膨大なキャラクターが15人以上いるから、理想のチームにするまでどれだけ時間かかるんだとそわそわしてる。戦闘システムはベタ褒めしたけど、それ以外はまだ未知数だからね。まあそれは後で味わうとして造形を見ていこう。造形。アンジー。最初に使うことになる、いわゆる主人公キャラですね。口数が少なく冷静沈着、戦う経緯も拾われただけなので、素性は謎に満ちていますね。大変デザイン性を感じる刀が好みに刺さる、サイバー刀とでもいうやつ。あと声が種崎敦美さんで驚いたんだ。アーニャの人だっけ。フリーレンのお方、キュアフレンディ演技幅に驚かされますよね。猫又、猫に山ちゃんなキジリの猫又さんですね。獣耳ってやつだな。需要を感じるぞ。いつも思うんだけど、肉体構造どうなっているんだろうね。そこ気にするのか。気にするよ。横の髪をめくるとどうなっているのか、聴覚はどうなっているのか。あと尻尾が2つある。突然変異でもない限り尻尾が2本ある生物は存在しない。生物としてどういう意味を持つのか、好奇心が。日本の妖怪猫又をイメージしただけだと思いますよ。いいぞ、ビリー、これは神様さん好みではありませんか。フルフェイスのヒーローには日曜の朝にお世話になってるからね。それもそのはず、このお方本当に特撮ファンらしく、決めセリフのようなセリフをよく言うのもその影響なんだそうです。崩壊スターレイルの方で本家のヒロインと本家の効果をよく使ったバッチバチのパロディームービーが作られていてさ、ホヨバース開発には相当なマニアが潜んでいると思われる。ビリーがどことなくそれっぽく見えるのも、もしかしたら意図的なものなのかもしれないね。ジロジロ見てやろう。というわけで私の一押しキャラクターカリニックスを見てもらおう。あでも見ないでって言ってたし、嫌がることをするのはやめた方が良いかな。対応する場所おかしくない。架空の人物といえどの意味を持って接するべきだと思う。架空の人物が何言ってんだ。丁寧に愛着を持ってカリンちゃんの魅力を紹介していこう。カリンちゃんその出発だ。相手アクションの魅力語っておいてプロかよ。では改めて、カリン、ヒストリア家庭という家事代行サービスの従業員として働く16歳の少女です。家庭ってことか、見た目メイドだけど。表向きはメイド喫茶をしているんです。そして依頼を受けたとき、家事代行を行うと。ただ家事代行というのもこれまた表向きらしく、実際はこういう伝統が絡む裏仕事的なものをやっていることが多いらしいよ。と言っても実はこれも表向きで。さすがにない。それにしてもお前にメイドの趣味があったとはな。いや別にメイドの趣味はないけど、踊り神少女が好きなのか。好きな色は青だよ。違うんですよ。神様さんが好きなのはどちらかというと、おとなしめでどちらかというと恥ずかしがり屋で、欠点もそこそこあるけれど、では真面目で心優しいタイプのキャラです。あ、カリンちゃんすみませんとごめんなさいが口癖になってしまっているんだよね。謝罪は罪悪感を感じている、すなわち相手に迷惑をかけたくないという思いやりの証拠。よいよね。おい誰かこの変態なんとかしてくれ。とにかく控えめな印象を受けるカリンですが、意外にもゲーム内の性能としては超人的アタッカー、電動ノコギリを振り回しダメージを稼ぐのが主な役割です。こんな風にノコギリこすりつけてゴリゴリできるよう、まるでチャージアップがなかったでね。すなわちピタックスマニアックすぎますよ。さっきの解説の通り、カリンちゃんはアタッカーとして優秀、ダメージ効率も良いから、そういう意味でもそれで問題ない。しかも他のメンバーがいなので、ストーリーができない。逆に言えばカリンちゃんのことを考えなくて良いので、正直やりやすい。これならのやめるクリアも4人かも。おい、そんなこと言ってたらダメになっちまうじゃねえか。別に今回そういう資格ではないし、カリンちゃんの魅力が伝わればバンジーオーケーマンジーだし、なんか趣旨変わってない。カリンの飯で、それは趣旨。左上のデシベル値を最大にすることで集結スキルが発動可能となる。超必殺技のことだな。いざ参ろう。申し訳ございません。運動した。あれが技名なんだよ。圧倒的じゃない。カリンちゃんの集結スキルは敵単体に大ダメージを与えられるのだ。ここ実験と敵を終わらせるな。でもこの子スキル選択画面で敵を見せてくるから、なあれだけだろう。私はやってるじゃねえか。敵の生存確認。あ、でも待てよ。敵をわざわざ見せてくるってことは、若干にかがわしいような言い換えると地図疑惑ある。それはちょっと違うんだよな。こういうのは当人の意図しない形ややむを得ない状況で発生するのが美しいのであって、自分から積極的に来られるのは困るというか。女性のポーズにはそういうのもあるんですよ。そのポーズをする人全員がそういう趣味というわけでは。つまりカリンちゃんは主婦ではない。そうかもしれませんね。やったー。あ、なんか終わってた。圧倒的火力はさすがだね。お仕方りで終わっちゃって良いのかな。まあ案件ではありませんし。というわけで、圧倒的爽快感と圧倒的カリンちゃんが楽しめるデンデスゾーンゼロ、ぜひ皆様もプレイしてみてください。ご視聴ありがとうございます。終わりだ。ここまで見てくれてありがとう。この動画以外にも様々な動画を出しているから見てくれると嬉しいよ。チャンネル登録をするとより見やすくなるよ。また、XQTwitter もしているので、こちらも見てくださると喜ぶよ。それでは、次回の動画もお楽しみに。